3、2、1。やっほーワクワクです、今日はなんと私が皆さんを撮ってみたいと思います。カメラですよ。いきますよ。はい、チーズ。あれ、なぜか私が出てきました。どう、びっくりした？ということで、今度はびっくりカメラを作ってみましょう。材料は、はい、できるだけですね、この薄い箱を用意してください。と申しましても、あんまりね、薄すぎてもね、うまくいかないんだ。2センチぐらいの幅の薄い箱を用意します。さて、この部分が、はい、切り取れば、そうです、この入れ替わるのが見えるところですね。それでね、入れ替えやすいように、この上の部分、ここも細長く綺麗に全部を切り取ってください。そして残った反対側の真ん中に、先の尖ったものでこうやって穴を開けておきます。少し大きめの穴でも大丈夫です。さてさて、そうしたら紙を2枚用意します。はい、これはね、ものすごく分厚い丈夫な紙でいいんだ。大きさは、そうです、中に入らないとダメですよ。少し小さいかな、箱よりも少し小さいかな、このぐらいの大きさで大丈夫です。もう1枚、これはね、はい、こんな工作用紙でも大丈夫。もちろんこれも箱よりも少し小さいかな、このぐらいの大きさで大丈夫。さてさて、この薄い方が実は、はい、何と申しましょうか、カメラの本体とも申しましょうか。ということで、こちらにレンズをつけます。色画用紙などを使いまして、レンズを作ったら、のりや両面テープを使ってしっかりと貼ります。さあ、いきますよ。ポイントはこれから。先の尖ったもので、レンズのちょうど下、真ん中あたりに穴を開けます。そしてここにタコ糸をこのようにして通したら、しっかりと結びます。こうやってしっかりと結ぶ。だけどね、このまんまだとこれ引っ張った時に切れちゃうことがあるんですね。そこで、ここが切れないようにセロハンテープで補強するのもまたいいですよ。こんな風にね。ということで、まずはこのレンズの方の、はい、タコ糸をカメラの本体の穴に通します。よいしょと、ここね、こしょこしょ。そしてレンズを、はい、向けて中に入れます。こんな風にね。で、次に、はい、絵を描いた方を入れて、これで、はい、入れ替えます。いいですか、最初に入れましたね。これをね、これを引っ張り出して中に入れると、こういうこと。そして思いっきり引っ張ると絵が変わります。じゃあ、もう一回これでいっちゃおうかな。さあ、レンズの方を前にして、しっかりと横を持ったら、これを素早く引くのがポイント。はい、チーズ。おお、びっくりしたな、もう。